画面いっぱいに夕焼け空を描くのに使ったのは黄色と赤の絵の具、ペットボトル、スプレー用ノズルです。飛び散ってもいいように紙を敷いたら、そこに白い紙を伸ばしてください。そして黄色い絵の具を少しグラデーションをつけながら吹きつけていきます。次に雲になる紙を破いていきます。手で押さえながら破いてください。先ほどの黄色い絵の具が乾いたら、その上から雲を並べていきます。そして少し赤を混ぜて明るいオレンジにした水溶き絵の具をその上から吹きつけます。これも濃いところや薄いところを作ってください。それが乾いたら、さらに雲を増やして、今度はもっと赤くした水溶き絵の具を吹きつけていきます。上の方を赤く、下の方は黄色っぽく、グラデーションをつけてください。紙を取り除くとこんな風になっています。最初に置いたところは明るい黄色、2番目に置いたところはオレンジっぽい色になっています。最後に赤いスプレーをもう一度吹きつけて出来上がりです。赤い夕焼け雲がこんな感じに出来上がりました。これを壁面に貼って、その上から赤トンボやコスモスを貼って9月のケージにする予定です。